日本鹿児島県鹿児島市東海町東,東平家町は、鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は891-0115。人口は101人、世帯数は75世帯。鹿児島市の南部、長田川の下流域から川口部の間に位置している。町域の北方には、薄木、南方には、南坂へ、西方には小松原がそれぞれ接している。付近は、 鹿児島臨海工業地帯の3号用地として埋め立てられたものであり、主に木材工業団地として利用され、貯木場が設置されている。町域の西端には、鹿児島県道217号氷本、鹿児島高専が通っている。施設は、町域の南端部に、鹿児島南警察署、中央部には、イオンモール鹿児島が所在している。東開町という町名は、 市南部の東方に新しく開ける地であることに由来する。1965年に東海町工業用地が完成し、同年7月1日には谷山市の町として東海町あざ東岸が設定された。1969年に東平家町の区域に鹿児島南警察署が設置された。翌年の1970年には鹿児島南警察署の隣接地に 東海底球場が完成し、1972年に開催された第27回国民体育大会の会場となった。鹿児島開発事業団によって1970年12月に鹿児島臨海工業地帯3号用地として埋め立て造成を着手し、1972年に完工した。 鹿児島臨海工業地帯3号用地の掃除業費は28億5036万円。埋め立て面積は53万9200平方メートルであった。1972年には鹿児島市の町、東海町として設置された。1976年には鹿児島市中央卸売市場が城南町から移転し業務を開始した。以下の表は、 国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。イオンボール、鹿児島市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。